で初日4レース走られます児玉選手です。よろしくお願いします。まあ、ちょっとお寺にも行かれて、はい、ちょっと感覚がまだ今取り戻す段階だと思いますけども、はい、まあちょっとね自転車に乗らない乗れなかったんで、まあ、その大爆山行く前も、まあ、どうせ練習しても大爆山でなかったことになるやろうなと思って、その前も練習せずに大爆山行って、大爆山の後豊橋玉乗って走ったんですけど、まあちょっと予想以上に筋力も体力も落ちててなかなかこう戻らないまま走ってたんですけど、まあ、玉乗が終わってもう次の日から練習始めて、もうその調子がいい時のタイムも出てますし、その練習の感覚的には自信持って臨めるかなと思います。で1週間はしっかりと練習して、はい、ケアもしてここに入ったっていう形ですかね。はい、ここ昨年の第1回は苦い思い出のある大会になると思いますけども、ちょっと振り返っていただくとどうですかね。そうですね、あの決勝乗れなかったっていう記憶はあるんですけど、その自分がどういうレースをしたっていうのはちょっと記憶がないんで、あんまりこう悪いレースは私結構もう見ないタイプなんで、はい、あんま覚えてないですけど、まあ決勝に乗れなかったのは覚えてるんで、今年はしっかり決勝乗って優勝目指したいと思います。まあ、まだ取っていない G1 でもありますし、そうですね、でここ取ったらグランドスラムなのかな、でそれも決めるんで、決められるんで取りたいですね。でも来年はオールスターも多分 G1 になると思うんで、はい、そうですね、先にここを取って、先に取っときたいですね。明日のレースなんですけども、はい、同期の尾崎選手もいますけども、どういった風なレースをしたいっていうのはありますでしょうか。そうですね、まあ、しっかり練習はできてるんで、まあ、自信持って自分らしいレースをすれば一着はあると思うんで、まあ、まずは気持ちで負けないように頑張りたいと思います。わかりました、はい、では最後に地元の G1 ですね、はい、ファンの方へメッセージと意気込みをよろしくお願いします。はい、いつもたくさんの応援ありがとうございます。初日から1着目指して決勝に上がって、で優勝もできるように精一杯頑張ります。ぜひ応援してください。